巻きますか？巻きませんか？テレビアニメローゼンメイデンがプレイステーション3、プレイステーションビータにてゲーム化。大学生のジュンと中学生のジュン、両方のストーリーを楽しめるようにパラレルワールドで進行します。